大竹が厳しそう。門別、岡留、ゲラの上積みで、実際投手上積みは3位丸なんよな阪神、やっぱり野手よな問題。前川が開幕序盤で怪我離脱したら上積みが全て吹っ飛ぶ脆弱やからな。その3人は大きいわ本当。ただ大竹は厳しそうだから門別でプラマイゼロかな。なんでよ、今日の大竹見てやはりロテには必要な投手よとしか思わなかったけどな。なんで大竹厳しい言われがちなん。今日の大竹のピッチング見てると門別まだまだ子供やなって感じやで、大竹は長く現役続けられるタイプよ。同感、あながち達川の指摘は間違いじゃないよ。まだ何かが足りないわ門別は。去年7月以降の投球見てると攻略されたら早そうなんよね。結局ずっと後半あかんかったし、セリーグでは慣れられてると思ってるわ。後半戦5勝1敗、まあお得意様の広島ヤクルト多かったかど、パ時代に散々対戦した折り相手にも日知りいい内容だったよ。7月はキャンプから全力だった疲れがどっときたみたいよ。